新鮮安心いなるフーズ。ここは北西町園原、椎茸栽培を始めて今年で43年目という杉山健二さんにお話を伺ってみましょう。私は原木栽培と菌床栽培の2つの栽培方法を取り入れております。菌床栽培とはどのような方法なのでしょうか？菌床栽培は本葉くずを固めて殺菌作業をして、でそれを固めて菌を培養したものを植え付けます。それを90日から100日間の間を管理します。菌床栽培の特徴とは？やはり形状が良いこと、形が良い、それと作業が楽であるということが一番のメリットがあるんじゃないですか。また原木栽培は国産原木に種駒を植え付け、風通しの良いところに並べる栽培方法。原木で育てられた椎茸は味、香り、歯ごたえと三拍子揃った高級品です。さて杉山さんのこだわりとは？やはり水が一番肝心なんです。80メートルの地下水から汲み上げた水で、良質な水を使っておりますので、椎茸にも味が染むと思います。2つのショックを椎茸に与えることも大切な作業。水につけるということは水温の温度のショック、10度の差をつける。その次に木をドンドンドンと木を響かす、こうすると寝とる菌が目を覚ます。さあ椎茸で出なあかんがあって、中で原木の中で椎茸菌はそう叫んでると思います。40年以上椎茸と向かい合ってきた杉山さんの自慢とは？肉厚、肉が厚くて味が良いと、無農薬、安心安全な椎茸作りです。杉山さんが愛情込めて作った椎茸は売り棒やいなべっこなどで販売されています。そして杉山さんおすすめの美味しい椎茸の食べ方は、生姜醤油につけていただく椎茸のバター焼き。お口いっぱい椎茸の良い香りが広がります。この椎茸は私の自慢の椎茸です。皆さん召し上がってください。いなべ市内には美味しい農産物が盛りだくさん。次回もお楽しみに。